皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスプライングサッカーの、シャッフルモードですね。はい、世界中の選手をランダムに選抜して、たった一つだけのチームを作る。やるたびに、完全に新しいチームが出来上がる。そういうモードです。はい。アルジェリアのスリンマニがいますね。で、同じくアルジェリアの選手。で、浅野がいますね。非常にスピードに優れてセンターフォワードですけど、このゲームではね、ウィンガーとして使うっていうことが多いです。はい、デブライネ、おー、すごい。はい、デブライネとヤヤという黄金コンビですね。これどうしようかな、でも。はい、二人ともね、非常にいい選手なので、中央で使っていきたいですね。デブライネをトップ下にするか。で、アルゼンチンの選手と。で、アメリカのね、センターバック。はい、チリの、ミッドフィルダーと。あ、強いですね。あ、で、クアドラードまでいる。これはすごい。はい。で、久保、ケイヒル、大島良太。この人と。はい。これはまずケイヒルは使うです。クオも使いたいですね。うわ、もうできちゃった。こんな感じですか。大島良太もどっかに。じゃあ。どうせなら。うわ、入るとこないですね、でも。大島ね、今回外れてもらって。で、どうするかですね、これ。これでいっか。ちょっとサイドミッドフィルダーにしてみるか。あ、ダメだ。はい。で、真ん中に。デブライネ真ん中ですよね、やっぱり。まあいいや、2センターフォワード。はい、これでどうなるかちょっと見ていきたいと思います。デブライネね、トップ下に配置して。まあ、デブライネ指令ですね、これ完全に。はい、で、クアドラード、逆の方がいいですね。はい。クアドラード右で、浅野が左ですね。で、久保とケイヒル、ダブル2トップと。はい。ダブル2トップじゃないですね、ダブルセンターフォワード。はい。相手はアルジェリアですね。はい、ボール回せるんで、ちょっと回しますか。やばい。いやー、カットされちゃった。いやー、ビルドアップが失敗。やっぱりヤヤトゥーレにボール持たせて、ビルドアップさせるのがいいのかな。はい、最近ね、ビルドアップちょっとちゃんとやろうと思って、やってますけどね。はい、クアドラードのミドルシュートですね。これをもう一回。うわぁ、強いな。そうか。ケイヒルいるんでね、ヘディング狙いで、クロスをね、普通にポンと上げても、面白いかもしれませんね。いやぁ、やばい。はい。浅野から、落としてシュートですね。はい、入りましたね。ケイヒルのシュートですね。ギアトゥーレ、ロングパス能力がそこまでじゃないんですね。はい。朝のディフェンス頼む。うん。うわ、ここに行かれるときついですね。はい、もうね、そうか。なるほどね。はい、フォーメーションのね、悪いところ出ちゃってますね、今の。まあ、もう一回やって弱点使われたらちょっと変えたいと思います。今ね、デブライネトップ下に配置したんですけど、そのね、フォーメーションの関係で真ん中のセンターミッドフィルダーいないんですよね。そこをドリブルで侵入されるとね、もう完全にバイタル使われてる形に一発でなっちゃうんで、そこが良くないですね。はい、久保の落としからダメだ。はい、デブライネのスルーパスと、で、ケイヒルのシュートですね。うん。うん。はい、ケイヒルボールキープ。わー。はい、ケイヒルからクアドラードとね、ちょっとラストパス狙って、うわー、強いですね。やっぱり、浅野のミドルシュートですね。うん、はい、久保の、はい、足元の1点狙いですね。はい、ケイヒル足元シュートですね。ちょっとこの足元シュートっていうのはね、やめますかね、やっぱり。あまりね、リアルじゃないんで、はい、1-0 ですね。フォーメーション、これですね。ここ、この空間ですね。ここ狙われてるんで、まあ、守備能力に優れて安定性のある、この人にするか。あー、難しいですね。まあ、アルゼンチンの選手ちょっと置いといて、で、デブライネをね、こっちに下げて、はい、このトライアングル一応気づきますね。はい。これで多少はね、安定すると思うんですけど、まあ、得点につながるかどうかわかんないですけどね。
はい、ここにいますね。ちゃんと1枚。やっぱりね、真ん中に配置するっていうのがね、このゲームでは重要ですね。はい、ケーヒルから、はい、シュートで1点ですね。ケーヒルね、ヘディングが強い印象がありますが、さっきからね、足元の、しなやかなね、ボルタッチからのシュートで2点取ってますね。うん。これどうしようかな。はい。ケーヒル落としの、クアドラードのシュートと入らず。やっぱりね、こっち2トップにしてるんで、シャドウ置いた時とは感覚がね、だいぶ違いますね。はい、ケイヒルの、はい、今は細かいボールタッチでね、ハットトリックですね。ケイヒルね、やっぱり、このうまさね、ありますね。非常に経験値高いね。ただね、もう年齢的に、もう現実的ではないね。39歳ぐらいですか、もう。そんな言ってないか。35歳ぐらいですかね。はい。惜しいですね。久保優也の、はい、ヤトゥーレがいますね。はい、ヤトゥーレの、ミドルシュートですね。はい、クアドラード使いますね。はい、クアドラードね、ゆうべで、絶対的なね、エースですけどね。まあ、ただね、長友に、日本代表の試合をやってると長友に抑えられてるイメージが強いので、あまりね、あれですけど、わあ。縦の突破もね、もちろんカットインもあって、どっちもある選手でね、非常に優秀ですね。ウェイン。うん。はい。はい。ちょっと一回下げて、えい。久保から、えい。ケイヒルのシュートで1点ですね。はい、4点目ですね。ほとんどね、ケイヒルで取っちゃってますね、今のところ。はい。まあ、浅野ね、ちょっとクアトラード使いすぎて浅野のプレイが少なかったですね、今回は。はい。というわけで、4-0 ですね、アルジェリア相手に。はい。全体的にね、まあ、4点全部ケイヒルですか、今回。はい。得点非常に高かったですね。久保、やっぱり、非常に、ね、優秀な選手、久保優也優秀ですけど、ケイヒルに比べると、まだね、経験値が足りないかなっていうね、そういう印象すら受けてしまいますね。あとね、最初デブライネね、中央トップした配置でしたが、後半ね、真ん中に添えて、デブライネ横に一つずらしてね、プレスの一番激しいところを避けて、トップ下気味に配置すると。いうね、まあそっちの方がハマりましたね。ただやっぱり右の方が良かったですね。ちょっと左浅野との絡みが悪かったので、はい。っていう感じですね。あとは、まあ、ヤヤトゥレのね、存在感、さすがでしたね。今回ほとんど、アルジェリアにチャンスを作らせなかったというね。ヤヤトゥレ、このゲームでね、ちょっと強すぎるんですけどね、一人いるだけで、もうね、試合を制覇してしまうというね、一人で試合をすべて、コントロールしてしまう、それぐらいの力がある、ステータス設定になってますね。はい。守ってよし、攻めてよし、ということでね。あとは、やっぱり今回2センターフォワード配置しましたけどね。まあ、全体見ると、やっぱり久保のね、シャドーストライカーの方が良かったかもしれませんね。はい。ケイヒルというね、全体で、絶対的な、センターフォワードいるんで、久保をね、並列に横に並べるよりも、影としてね、ケイヒルの、ポストプレイヤーの影として使った方が組み立てとしてはうまくいったと思いますね。はい。やっぱりね、体の強い、ターゲットマンとなり得る、強いセンターフォワード一人いると全然、フォワードのね、機能も変わってきますからね。はい。っていう感じですね。というわけで、今回はアルジェリア相手に4-0ということでね、また次回、やっていきたいと思います。それでは失礼します。